自分らしく生きるために働くを考えるリップ。この動画はリップ株式会社が制作した高校生が将来自分らしく生きていくために働くことへの理解、正しいアルバイト探し、闇バイトの脅威を伝える動画事業です。皆さんにお伝えしたいことは大きく2つあります。将来の進路選択に向けて、1つ目は働くことで得られることを知っていただきたいです。皆さんの進路選択や学生生活にも活かせる情報になると考えています。2つ目は闇バイトの実態、危機管理能力を身につけることです。トラブルに巻き込まれないよう知識をつけましょう。この2つを意識して今日の授業に参加しましょう。さて、突然ですが、皆さん、世の中にはどのくらいの人が働いていると思いますか？現在、日本の労働人口はおよそ6000万人います。6000万人いる日本の労働人口ですが、実は40年後には4000万人を下回ると言われています。これから社会で活躍していく皆さんに向けて、少しでも自分に近い未来を想像できるように、皆さんと同年代の方々、高校生の労働人口を調べてみました。若年層の労働人口の中で、高校生のアルバイト経験者はおよそ117万人、高校生のおよそ 37% にあたります。大学生のアルバイト経験者はおよそ230万人、大学生のおよそ 88% にあたります。高卒での就職希望者はおよそ14万人、高校生のおよそ 4% にあたります。大学生と比較すると高校生アルバイトの人口は半分以下と少ないことがわかります。先ほどの人口割合から、高校生の就業経験人口が 37% でしたので、10人中3人しか高校生アルバイトを経験していないことになります。しかし、現在アルバイトをしていない高校生のおよそ4割はアルバイトをやりたい意向があることが分かりました。この高校生10人中3人のアルバイト経験は、実は海外と比較すると少ないことが分かりました。海外との比較を見てみましょう。高校生アルバイトの海外比較です。ヨーロッパ諸国を中心に、日米含め38カ国の先進国が加盟するOECD 経済協力開発機構とパートナー先進国を集めた全57カ国の調査結果から、日本の高校生アルバイト率は世界ワースト2位であることが分かりました。高校生のアルバイト人口が多い国は、社会制度などが完備されているオランダやニュージーランド、カナダがトップ3でした。日本の高校生アルバイト人口が海外と比較し少ないことが分かりました。人手不足な現代で、日本はもっと働く機会があるのではないでしょうか。では、高校生の皆さん、高校生が働くことのメリットは何だと思いますか？お金、お小遣い、学費、趣味、進学、友達作り、社会経験などなど、高校生がアルバイトをすることでどんなメリットがあるでしょうか。実際にアルバイト経験者の高校生に対して調査をしたところ、高校生がアルバイトを経験して良かったことトップ3として、1位バイト代で好きなものを買うことができた、2位礼儀マナー言葉遣いを学ぶことができた、3位コミュニケーション能力が高まったと答える高校生が多いことが分かりました。1位は経済的支援ですが、2位と3位は対人スキルを身につけられたことが分かります。高校生が働くことで、経済的支援以外にも社会人になる上でのステップアップ、対人スキルが身につくと感じている人も多いようです。実は就職時に企業が就活生に求めることにもつながっているんです。経団連のアンケートによると、企業が就職時に学生に求めること、採用選考で重視していることとして、1位コミュニケーション能力、2位主体性、3位チャレンジ精神であることが分かりました。中でもコミュニケーション能力は回答率 82% と、入社する人材として企業コミュニケーション能力が高い人を重視していることが分かりました。
経済的支援以外にもアルバイトを通してたくさんの知識と経験を得ることができます。ではアルバイトを選ぶ際、どんな基準で選んだらよいのでしょうか。現役高校生に対してアルバイトを選ぶ際に重視していることを調査しました。1位、高校生の自分にもできるかどうか。2位、時給の条件が良いか。3位、シフトの融通が効くか。4位、未経験でもできるか。5位、学業と両立できるか、と答える高校生が多いことが分かりました。時給以外にも、高校生の自分にもできるアルバイトであるか、時間の融通が効くか、未経験でもできるアルバイトであるかが主に重視されていることが分かりました。時給が高いアルバイトだと嬉しいですよね。しかし世の中には高時給を謳っている危険なバイトもあります。闇バイト、皆さん聞いたことはありますか？闇バイトとは犯罪実行者の募集です。 SNS やインターネット掲示板に仕事の内容を明らかにせずに著しく高額な報酬の支払いを示唆するなどして犯罪の実行者を募集する投稿が掲載されています。では具体的に闇バイトはどんなものなのでしょうか。闇バイトにはいくつか種類があり、 SNS やインターネット上でこの文言を見たときは注意しましょう。例えばお金を騙し取る相手から現金やキャッシュカードなどを受け取る役の受け子、被害者に対して電話をかけて騙す役のかけ子、騙し取ったキャッシュカードで ATM などから現金を引き出す役を出し子と言います。強盗、口座通帳売買も犯罪です。また運び屋とは特定のものを指定された場所に届ける仕事です。ただし運ぶのは主に違法な薬物、犯罪に使われる通帳、携帯電話などです。パチンコ、パチスロの打ち子とは業者や店舗から委託されパチンコ、パチスロの結果に関わらず打つだけでお金がもらえる役を言います。この打ち子も犯罪にあたります。また携帯キャリアや携帯販売店を騙し端末を売るなどという契約代行も犯罪にあたります。さまざまな闇バイトの種類がありますが、皆さん自分は引っかからない、大丈夫と思っていませんか？昨今闇バイトのニュースも増えてきています。実は若年層の特殊詐欺、闇バイトへの検挙率が増えており、昨年1年間のうち中高生と少年の検挙数が3割強と増加中。皆さん人事だと思っていませんか？闇バイトは日常にありふれているため誰しもが危険な経験をする可能性があります。実は高校生の闇バイト関与調査では、闇バイトの求人を見たり勧誘された経験があると答えた高校生が4割もいることが分かりました。皆さんの周りや皆さん自身もトラブルに巻き込まれる可能性があるため、より一層注意が必要です。では闇バイトに関与してしまうきっかけはどこにあるのでしょうか。闇バイト関与への要因のほとんどが SNS 上での求人応募であることが分かりました。 SNS 上でのアルバイト求人、皆さんは見たことがありますか？闇バイトの主流は SNS 上での情報が多い中で、闇バイトは通常の求人メディアや求人雑誌には掲載できないため、 SNS やインターネット上の掲示板を使って募集する手口が主流です。右の図のような募集情報を SNS 上で見かけたら闇バイトの可能性が高いです。特に闇バイト募集で用いられる文言として、受け、高額、出し、叩き、 UD などがあります。この文言が書いてある求人には絶対に応募してはいけません。 SNS 上での情報から闇バイト関与が多いことをお伝えしてきました。高校生、大学生を対象とした SNS 上での募集情報に対する危険認知度調査によると、 SNS で直接バイト交渉をすると違法な労働に巻き込まれる危険性があることを知っていると答えた高校生が 44.8% と
危険性を認知している高校生は半数以下であることが分かりました。今日の授業で皆さん一人一人も危険性を学びましょう。それでも SNS 上で募集情報に応募してトラブルに巻き込まれてしまう。なぜでしょうか？実はリップの独自調査の中で闇バイト募集に対して判別できた高校生が 23% しかいませんでした。闇バイトに巻き込まれる若年層のほとんどが SNS 上で見た募集情報を闇バイトと判別できず、闇バイトに関与してしまう可能性が高いことが分かりました。では闇バイトに関与しないためにはどうしたらよいのでしょうか？皆さん一人一人が情報リテラシーを上げ、闇バイトへの関与を事前に防ぎましょう。闇バイトに関与しないために4つのポイントをお伝えします。1つ目、闇バイトの見分け方を知りましょう。2つ目、正しいアルバイト求人の探し方を知りましょう。3つ目、高校生が働くときの法律やルールを知りましょう。4つ目、何かトラブルに巻き込まれそうになったときの相談先を知っておきましょう。それぞれのポイントを見ていきましょう。闇バイトの見分け方について右の図の例を見てみましょう。このような求人を SNS 上で見たことはありますか？闇バイトの募集例になります。見極めるポイントは次の4つです。1つ目、仕事内容が分かりにくい。求人募集では仕事内容や勤務地、勤務時間、時給などを明記することが義務付けられています。右の求人例は仕事内容が不明確でいかにも怪しいです。2つ目、性別を限定している。性別を指定するアルバイトも注意です。仕事内容の詳しい記載があるかと合わせて確認しましょう。3つ目、給料が異常に高い。高収入すぎる求人は詐欺である可能性が高いです。もしその金額をもらえたとしても犯罪に加担している可能性が高いので注意が必要です。4つ目、連絡方法が SNS である。求人掲載先の会社情報やホームページを出すことができない怪しいバイトはSNS で連絡を取りがちです。 SNS でのダイレクトメールツール、連絡を取るアプリをダウンロードさせられるなどの手段を求められる求人は闇バイトの可能性が高いため注意しましょう。募集情報に対して少しでも不安な場合は必ず周囲の大人に相談しましょう。闇バイトへの関与を防ぐために正しいアルバイト求人の探し方をご紹介します。全国求人情報協会に加盟企業の厳正な確認を通過した求人のみが掲載されるので、バイトルのような求人メディアを使って自分に合ったお仕事を見つけてみましょう。また私たちディップが運営しているバイトルでは、闇バイト撲滅のために闇バイトが紛れ込んでいないか、毎月実施している目視審査に加え生成 AI を活用し闇バイトの疑いがある求人を除外する取り組みをしており、安心してご利用いただける求人メディアを目指しています。高校生がアルバイトをする際のルールをご紹介します。アルバイトをされている方、これから始めようと思っている方も知っておきましょう。必ず働く前に校則を確認したり保護者の同意書が必要です。勤務先にも伝えましょう。また高校生が働くことができない職種もあります。お酒を提供し接客するお仕事や危険物や機械を扱ったり資格が必要な運転業務など危険なアルバイトはできません。また勤務形態の法律もあります。未成年の高校生は法律上22時から翌朝5時までは働くことができません。高校生アルバイトの最大勤務時間や休憩時間、休日日数も決められているので、アルバイト先が対応しているか確認しましょう。もしアルバイト先とのトラブル、闇バイトに巻き込まれてしまった場合、警察相談ダイヤルや最寄りの警察署までご相談ください。また不安な場合は保護者や学校の先生など周囲の大人にも相談しましょう。闇バイトについての危険性と正しい情報収集の仕方について身につけ、トラブルに巻き込まれないよう注意しましょう。
最後に私たちディップについてご紹介します。ディップとは求人メディアバイトルの運営会社です。皆さん、この赤いネズミのキャラクターをテレビ CM などで見たことはありますでしょうか。私たちディップは夢とアイデアと情熱で社会を改善する存在となるという企業理念をもとに、社会の課題を改善することを目指している会社です。皆さんが今後社会で働きたいと思っていただくために、雇用全体の待遇を向上しなければ労働人口は増えないのではないでしょうか。私たちディップは企業やお店に対して働きやすい環境づくりを推奨する働きかけを行っています。取り組み例をご紹介します。私たちディップは深刻な人手不足の解決と働く人の待遇向上の実現をするために、お仕事を探している求職者の方に分かりやすく求人情報を表示する取り組みを実施しています。例えば、もう少しお給料が高ければ嬉しいというアルバイトの方の声にお答えして、私たちディップが直接企業の採用担当者に対してアルバイトの時給を上げませんかと交渉し、さまざまなアルバイトの時給を上げる取り組みを行っています。また、昨今多様性が広がる中で、人材の多様化や働き方改革における DEI を推奨しています。 DEI とはダイバーシティ、多様性、エクイティ、公平性&インクルージョン、包括性の略で、人種や性別、年齢だけでなく価値観や受けてきた教育などの差にこだわらず、従業員一人一人が持つ多様な個性を最大限に生かし、企業の価値創出につなげようとする考え方のことです。さまざまな企業に対して従業員一人一人の多様化を受け入れ、働きやすい職場づくりをご提案し、働き方の選択肢を広げ、自分らしく働ける社会の実現を目指しています。私たちディップは新しい取り組みとして、高校生のアルバイトを応援するプロジェクトを発足しました。さまざまな個性を持つ人たちが働き方の選択肢を広げ、自分らしく働ける社会の実現を目指している中で、高校生が就業機会を自由に選択できることは、自分らしく社会で活躍する力を育むことにもつながります。そんな社会の実現を目指し、高校生のチャレンジを応援しています。